はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、こちら藤っ子の種菌を使って作ったカスピ海ヨーグルトを食べたいと思います。はい、これまあちょっと時間の関係でもう作ってあるんですけど、これ中にこういう風に種菌と作り方が書かれていますね。で、この作り方に従って作ってみました。ちょっと略式になりますが、ね、で、こちらにはカスピ海ヨーグルトの効能とか、あとどさくさに紛れて売り込んでいる専用の機械とかレシピとかが書かれていますね。自分はこちらヨーグルティアを持っていたので、それを使って作ってみました。なんだか懐かしい響きのような気もしますが、はい、で、今できたところなので、ちょっと生温かいというか、ぬくもりがあるというか、ぬるいというか、そんな感じなんですけど、まあ出来たてでも食べられますよね。出来たてのヨーグルトってなかなか食べることないんですけど、こんな風になってます。果たしてうまくできてるのかな。それではいただきます。このスプーンで食べちゃっていいよね。チャンネル登録よろしくお願いします。確かにいつも食べているヨーグルトとはまた違いますね。これはこれで美味しい。もっと食べたいなら。粘りの力とありますが、思ったほど粘っとはしてませんでしたね。確かにちょっともったりとした感じはあるんですけど、だからそれが口の中で変にもたつくようなことはなく、すっと入っていてくれて美味しかったです。ただやはりプレーンなので甘さはほとんどなかったですね。なのでちょっと途中から先日のトルティーヤで使ったこのいちごソース、まだまだ余ってるのでそれを入れてみましたが、そうした味を加えるとそれがダイレクトに感じられて変化があって美味しかった。そのままでもいいですし、変化をつけてもいいですね。というわけで万能選手といった印象ですので、これはこちらの点数とさせていただきます。何と組み合わせるかによっても変わってくるかな。それでは林間学校、死を招くかな人ばかり、なんて怖い林間学校だ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。